いがおそらく5歳ぐらいの時だったかな。なんかひたすら一生懸命滑ってるちっちゃいなんか赤い T シャツ着たキッズいるなみたいな。いやもうほんとこんなんですよ、 T シャツがスケボーしてるみたいな。もう、まあ、結局やっぱスケボーバカですよね、うん、すごいいいことだと思います。まあ、人間的にいいやつですね。やっぱりこう素直で、やっぱ喋り方もすごいはっきりしてるし、あと日本人のね、そういうアメリカナイズされてない心も持ってるから、ちょっと侍的なとこもいいかなっていう。あとは何よりもスケートボードが好きってことが彼の中にはすごく見える。当たんねえ。大丈夫そうだね。亮の、そうだな、スケートを見てるとすごい繊細なスケートするなっていうのはすごい思ってて、だからコンテストとかもすごい強いんだと思うし、まあ、コンテストってなるとやっぱメイク率が要求されてくるから、やっぱそういうところの精度が高いっていうのはそういう繊細さと緻密さがあるのかなって思うしね。だからああやって誰かのフロントフィールド見てイメージしてトライする。まあでも多分海外とか大会とかいっぱい回ってるし、知り合いとかも増えてきてるから、今後海外メーカーと契約とかしたり、どんどんまた大会も出てくだろうし、大きいもっとコンテストに多分出てくんじゃないかなと俺は思います。まあライバルでもあるんで、一応ライバルとか近くにいるそういう大きな存在だから俺したら、だからまあお互い高め合ってスケボーできたらいいなって。この先がまだまだ、まあ彼次第でどんな風にも変えれる年じゃないかな。まあ今まで通りに普通にスケボーをずっとやっててほしいですね、うん、もうそうしてれば絶対自然と周りもバックアップしてくれるし、うん、今の亮君であればみんな絶対支えたいって思ってると思いますし、絶対いい形になると思います。やれば絶対なんか形になりますし、うん、ここらでちょっとなんかね、自分で企画したもので動いてほしいんだよね、本当は俺的には。だから多分周りもそういうの期待してるし、今こう周りがさ、亮のために企画してこう動いてるけど、多分これから亮はどんどん自分で企画して周りがそこにこうくっついてくるスケーターになるかなっていう感覚はあります。まあ日本を背負って立つスケーターにはなっていくことは多分間違いないかなっていうのは思うし、まあそれ自身も彼を多分自覚してると思うし、世界で戦っていけるスケーターになれると思います。彼がやっぱなんか夢を与えられる存在にはもちろんなると思うし、まずは自分の目標を達成してほしい、うん、それの後に多分彼がこれからやってくることは、まあ、やることはついてくると思うから。